はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 私は全然聞いておりませんというか知らなかったんですけど一応毎週毎週金曜日の夕方6時に BSNHK で放送されている「ザ少年クラブっていうのをね毎週録画はしておりましてで皆さんのコメントであったりとか SixTONES ファンの皆さんのこうツイッターとかねそういうところの噂によるとなんだか急に何の告知もなく少年クラブの中でストーンズのコーチ地祐く君がソロで歌っ たんですよというなんかそんな情報を小耳に挟みましてですね、えー、先ほど、えー、撮ってあるビデオを頭からブワーッと早送りをしていきましたらありました27分39秒の今ところで止まってますけれどもちょっと過ぎたところで高知くんが「はい私ストーンズ o n e s 高知ことでございまして話し始めましたので。 おととととちょっと戻ってですね今27分39秒で一時停止をしておりますこれから一体何が行われるのか私は詳しくは知らないままに今から初見で聞かせて見させていただきたいというふうに思いますそれでは早速行ってみましょうかコーくんのソロの歌を聴くってなかなかそういう機会ないですもんね どどんな感じかとっってても楽ししみみですけど行ってみましょう何回も言いますけど27分39秒のところから言ってみましょう再生ポンバイバイバッッと、ね、いつものやつ「どうもストーンズのコーチう子です」と「はい今回僕が披露させていただく楽曲は V6 さんの『雨』という楽曲です」とこの楽曲は V6 さんの最後のライブを見に行かせていただいた時にオープニングでしたなるほど本当に衝撃を受けましたうん。 こんなライブのオープニングがあるんだっていう大人のかっこよさなるほどライブの1曲目だったんですね引き付けられましてね切ない歌なんですけど気持ちをんですかねと僕が引き付けられたようにこの楽曲に引き付けられてもらえたらいいなと思って頑張って歌いたいと思いますそれでは聴いてくださいストー t o の高知遊具で遊具でブシュクさんの「アベート本当に一人で歌うんだじゃーんピアノの伴奏じゃあお何か かっこいいサングラス、薄いサングラスかけて。雨、雨、雨、難しい。雨、降れ、降れ雨。雨、雨、雨。流れる雨、雨、うわお。ああ。たい、左側ポケットに。 腕を指を突っ込んじゃな手を突っ込んで会えないバイバイ再会いつかわそしてリズムがちょっと入ってきていつか月が光る夜中泣いたり笑い合いってこう オペとトントンしながら曲がったり、下がり、上がり。ああ、雨、高くなった。雨。晴れるまで、泣け。泣け。泣け。<泣け S 1> とこ。晴れるまで。雨。ふうれ。ふうれ。 「まだまだふれ」「上向いてもう雨雨は雨雨,雨,雨,雨雨晴れるまでなお客さんみんな黄色いライト多めですねこう降りながら。

すっごいちっちゃい声で「ありがとうございました」ちょっと短めに「ありがとうございました」っに言ったような感じでしたけどへえ本当に確かに V6 の最後のですよねそのライブの時の1曲目がこれだったんですかこれはまあ確かに衝撃ですよね。なんかこうやっぱりねどんな始まり方でももちろんかっこいいんですけどちょっとね元気でバーンとね 曲かなんかで始まるんかなというイメージで勝手におりましたがものすごい落ち着いたしかもメロディーが結構ね「ダーダーダーラー」って非常にこう取りやすいというかなうん音の数も少ないし音符の数も少ないしそこにこう歌詞が乗っかる時にも大体こう音符の数が少ないとね 一個一個の言葉が乗るというよりか最近だとやっぱり英語とかでね「ラビュ i ミ s you, you みたいな、ね、<laughs> そんなちょっとダセえ歌詞になりましたけどんか一個の音符が長いとそこにこうねたくさん言葉を詰め込みたくなってしまうみたいな、えー、傾向が多かったりするんですけどもう丁寧に本当に一個の音符に一個の言葉でその音符たちもそんなに多くないので。 まあこれはね歌を聴かすというかうまく歌おうとするのは非常に難しい楽曲だったと思います。で、まあ、曲の展開としてもそんなにこうね、えー、いろんなメロディーが出てくるというよりかは A メロサビ A メロサビという感じで、えー、そんなこうなんですかね大きな展開をするわけでもなくだからこれ本当に下手するとですね すごく退屈な曲に聞こえてしまいそうなもともとのこう楽曲なんですけれども今コーチ君が歌われている声マイクに入っている声にはエフェクトというですね効果ね効果というのはこういう効果がありますよの効果です <laughs> あまり説明になってないですけどもだから普通に歌った時に例えばカラオケとかで出てくる効果といえば、えー、エコーとかね、えー、まあもうちょっとこレコーディングとか本格的にやる時にはディレイとかですね コンプとかね、まあ、いろんなこう歌ってる声に対してこう加工効果を入れて、えー、よりこの声をね、えー、なんていうんですかねいい状態に楽曲に合うようにこう仕立てていくみたいなことが、まあ、エフェクトっていうのがあったりするんですけれどもそれの中の今回耕地君が歌ってる時にはオートチューンというねはいオートはオートマチックの音ですねチューンは、まあ、音っていう感じですかねチューン。次のチューンはこれだ そんな音言わなないですか <laughs> なん,で、まあ、なんとなくチューンねオー,トオートチューンだから、えー、オートマチックというのは自動的にですから音程音を自動でこう合わせてくれるというようなそういう効果エフェクトというのをオートチューンというふうに言いますね、えー、一番皆さんがイメージしやすいとかよく聞いたりする機会が多いのはパフュームとかがですね歌ってる時に タタタタタタタっていうメロディーをんとなくその辺の近くの音まで行けばタタタってやるときにタタ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 とこう何て言うんですかね近くに行ったらその音にピタッとこう磁石みたいに合わせてくれる。なので歌う方としたら音程をそこまで細かく気にしなくてもその辺まで行くとピタッとこう。 でででもレイでもミでもね、そのど真ん中の音にピタッとこういってくれるのでなんかこう音が一瞬ぐりゃっとこうねしてから正しい音に行くみたいな感じの、まあ、そういう効果を狙ったオートチューンという、えー、効果エフェクトが常に、あのー、今の今回の高知君の歌声にはかかっているのでそれが先ほど言ったもうふと、ね、あの退屈に聞こえてしまいがちな楽曲の、えー、ちょっと声をですね、えー、加工して。 少ししだけ加工して、えー、この世界観というか、ね、楽曲の良さをより目立たせていくというかね、えー、より増幅していくというふうな、えー、マイクのエフェクトがかかっておりましたので、まあ、音程については、まあ、極端なしどういうふに歌ってもその近くの音にピタッと合いますので、まあ、音程がいい悪いっていうのはもともと高知君が、ね、元音程はいいですけども今回はオートチューンというのを使ってるので。 ピタピタとこう合っていますから、どちらかというと、私は音程というよりかは、コーチ君の今回の歌唱を聞いて。ここが良かったなと思うのは、やっぱり声の出方ですね。まあ、非常に根本的な話になりますけど。まあ、今の曲の中で、少し高くなるところ、まあ、サビというふうに言ってもいいかもしれないですけど、そこに行った時に。だあら、だあらと、この声の勢いっていうんですかね。空気の勢いというか。 でオートチューンというので音程はもちろんねこう真ん中にピピッとこう寄せてくれるんですけど声の響きであるとか声のその勢いというかね通りの良さとかっていうのはそういうのはこのオートチューンでは別にこうプラスしてくれるわけじゃないので、えー、今の高音と鳴らしに行った時の高知くんの声の出し方特にちょっと高音と出しに行くとね一般的にはみんな顔を上げてちょっとこう。 この、ね、喉の管を自分でわざわざ細くしてしまって苦しくなって声が高くなった時に細くなってしまうっていうことがまあよく起こるんですけどでも今の高知君の声の出し方特に高い音「ふァー」としっかりお腹に肺の下に入ってる空気を腹筋肺筋で一瞬グッと押してあげてですねすごくたくさんの空気をいい勢いで上に上げてくるので。 声ののの出方、通り良良さ、さ響きの良さが素晴らしかったと思うんですよ、ね、で、そのが音がバーンとなることによってそのオートチューンになった時にも声自体の勢いがついてからいい響きになってからそのど真ん中の音に当たっていくというような形になりますのでもともと V6 の皆さんがこの楽曲をどういうふうに歌われるかというのは、正直聞いたことがないのでちょっとそこは勉強不足で申し訳ないんですけれども今回はそのコーチくんの声の 特に真ん中かか、ら高い音を出す時のの響きの良さとか、えー、声の通りの良さというのが非常に目立ちましたしさっき言ったその上を向いて歌うってことは全然なくてしっかりと空気の量を一番響くと言われている鼻の奥鼻空というところにバンと一直線に当てることによって非常に艶のある高音が出ておりました。 どちらかというとあの,ストーンズの、ね、楽曲を歌う時には高知もっと口角はワっと上げながら明るい声で歌うようなイメージありますけれども今回の楽曲はどちらかといえば少しこうね、えー、暗めなというか大人な、えー、雰囲気の楽曲だったのでそこはねもしかしたらちょっと抑えて口角をあま上げすぎないように声の響き通りの良さで高い音を出しに行っていたんじゃないかなというふうな 私は見た感じ、えー、感じ想を持ちました、まあでも本当にね見る前にも言いましたけどく君がソロで歌うってことはなかなかないですしなぜねこう何の告知もなく急に「少年クラブで流れましたので。 えー、皆さんはびっくりされた方も多いと思うんですけれども私は非常にね、えー、一人一人の歌声というのをじっくり聞くことがあんまりないですので、えー、嬉しいパフォーマンス映像になっていたなということで、えー、今回はですね急遽、えー、少年クラブの中でソロで歌われたストーンのコーチの高地優吾んの歌声を聴きながら、えー、勝手にオバまにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。